スノーマンラウール、FNS ダンス企画、参加パフォーマンスの実力を証明する後期となるか。年末恒例の音楽特番、2023FNS 歌謡祭、フジテレビ系の季節がやってきた。今年も12月6日と13日の2週連続で放送される。スノーマンは第1夜となる6日の21時台に出演。メグロ連主演ドラマ、トリリオンゲームの主題歌であり、 スノホリダンスと呼ばれるサビ後半で肩を揺らす振り付けでも話題を呼んだ「Dangerholic」を披露する各曲でさまざまな音楽番組が存在する中でも「FNS 歌謡祭」ならではの見どころといえば貴重なアーティストコラボや特別企画である今年もデビュー50周年を迎えた松戸谷由実の名曲をアーティストたちがカバーする「r ス s p e c t ユーミンをはじめ郷ひろみる水木奈工藤静香る宮野守 ゆずかける上一などの気になるコラボレーションがラインナップ。そんな中でも発表時からダンスボーカルグループのファンから熱い注目を集めているのが、20時代に放送予定の中曽根里の監修によるダンス企画だ。中曽根は、アメリカを拠点にダンサー、振り付け師、演出家などマルチな活躍を見せるダンス界の重要人物。ボア東方神起、少女時代。 シャイニーなど k p o p グループのダンスに10年以上前から携わり、ダンスボーカルグループのパフォーマンスクオリティの底上げに貢献してきた。近年は、プロデュース101ジャパンシリーズをはじめとするオーディション番組などでもトレーナーや審査員として存在感を発揮している。